花札。日本の伝統的なカードゲームだ。移りゆく四季をデザインしているのね。1月は松に鶴、2月は梅にウグイス。こんな風に1月から12月まで4枚ずつカードがある。季節にちなんだ花と動物なのね。同じ種類のカードを合わせて役を作るゲーム。ちなみに、ちなみに12月の霧のカードには、あ、任天堂。任天堂のルーツがわかるカードゲーム。イノシカチョウ、あがり。こいこい。あがり。